全員が戦になれるわけではありません。多くの人はただ平穏な日々を送りたい普通の人たちです。平凡な理想だけど、みんな心からそれを望んでいます。その願いを守るために騎士たちはいるのです。日々怠らずに鍛錬を重ねているからこそ、肝心な時に勝利できると私はいつもそう思っています。私は聖火騎士団の一員です。聖火全員が戦になれるわけではありません。多くの人はただ平穏な日々を送りたい。もし疲れたのであれば少し休んだらどう。日々を怠らずに鍛錬を重ねているからこそ、肝心な時に勝利。ここにはどんな情報だってあるわ。あら、一杯おごってちょうだいな。戦火が全てを焼き払った。広大な世界のどこを探しても帰るべき安息の地はない。おい、森の法則を知っているか。問題ない、私が教えてやろう。おや、ここには美しいお嬢さんがたくさんいるね。お近づきになってもいいだろうか。いやあ、僕はグレゴリー。お目にかかれて光栄だ。おい、森の法則を知っているか。問題ない、私が教えてやろう。シャドウブレード、ここに。主に忠誠を誓う。朝潮が私をここに導いたのは、あなたに出会うためだったのでしょうか。私は聖火騎士団の一員。全員が戦になれるわけではありません。多くの人はただ平穏。殿下、作戦お疲れ様です。みんなが待っていますよ。殿下もたまには顔を上げて空を見てみてください。仕事に没頭しすぎてはダメですよ。光が失われることは決してない。